チーズタッカルビ、うん、のオムライス、これも聞かれるんだよな、チャーハンね、うん、サラダ来ました。来ました。なんとこれでハーフサイズだそうです。何ですって？ハーフサイズだってこれ。ハーフサイズ？私オムライス大盛り頼んじゃった。でかいね。ね。ハーフかこれで。ハーフだって。絶対やばいね、これってやつ。2人で取り分けたら、うん、そんなのなかった。結構いい感じの量だったね。うん。うん、レンさん、ちょっと動揺して今カメラがブレてるけど、見てください、こちらちょっと待って、もっと顔つかずに、でかいね、絶対これ大盛り以上でしょ。何だったの？チーズタッカルビオムライス、はい、です。そして韓国風チキンみたいな、韓国風チキン的な。そして私のこれです。でも同じ S サイズだよ。ただ周りのカレーの量がさ、あ、そしてこれまたサラダセットついてる。本当だ。どうでしょう、お味は。なんか持ってる状況ですか。本当？あ、美味しいわこれ。トマトベースな感じで。うん。あ、これ好き？うん。うん、オムライスに乗ってたチキンより辛いかも。本当。地味にこのカレーの方にもさ、チキンがいてね、これが結構なダメージを私に。すいません、
めっちゃお腹いっぱいですよね。お腹いっぱい。お腹いっぱいですよね。頑張ったけどね。ちょっとお腹いっぱいですよね。これがレギュラーサイズってやばいね。やばいね。レギュラーサイズ強いな。もう入らないちってんのにさ、いい可愛い音楽と一緒にこうただいまの時間のおすすめとか出てくるね。ずるいな。ずるいな。入りません。なんかきついね。もうここまで入ってるから。私だって辛いんですよ。ギリギリセーフ。